アメリカ連合国大統領は、アメリカ連合国の行政権の長でありも特である。連合国大統領として就任したのは、ジェファーソン・デイビスただ一人であり、1861年2月18日から1865年5月10日まで、その職を務めた。また、連合国副大統領を務めたのも、アレクサンダー・スティーブンズただ一人であった。ちなみに国章に書いてある。 ラテン語のモットーデオ・ビンディチェとは、英語で、ゴッド・ウィル・ビンディケートという意味であり、翻訳すれば、神は擁護するというような意味になる。連合国臨時憲法及びアメリカ、連合国憲法によると、連合国大統領の任務は、合衆国大統領の任務とほぼ同一であった。また連合国大統領には、以下の条件が求められた。連合国大統領には、 合衆国大統領とほぼ同じ権限が与えられていた。連合国大統領は直接立法を提案することができなかったが、上院の承認のもとに最高裁判所判事、大使、閣僚及び他の政府交換を指名することができた。さらに連合国大統領は、アメリカ連合国軍の陸海軍の最高司令官であり、立法に対する拒否権を有していた。 一方で連合国議会は大統領の反逆、贈お及びその他の重犯罪及び軽犯罪を告発することができた。連合国大統領と合衆国大統領との間には若干の差異があった。ありがとうございます。